20世紀中期にアメリカでミルドレッドバークを主役とした女子プロレスのポスター。女子プロレスは女性が試合をするプロレス。戦う人を女子プロレスラーと呼ぶ。英語ではウィメンズプロフェッショナルレスリングという。アメリカではすでに1930年代以末には女性プロレスラーが存在し、男性プロレスラーによるプロレス工業の中で試合を行っていたと言われている。 日本においては、戦後間もない1948年2月、東京都三鷹市の小さな道場にて、新中軍相手の工業としてスタートし、歴史的には力道山がプロレスを始めるよりも前に存在している。ただし、その当時の女子プロレスは、主な試合会場が芝居小屋やキャバレーやストリップ劇場等で、試合も対戦相手のガーターを奪い合うといったお色気を、 強調したものであり、現在開催されている女子プロレスとはかなり違うため、これをプロレスと呼ぶべきかは意見の分かれるところである。なお、上記を女子プロレスと定義した場合は、日本人最初の女子プロレスラーは、パンイカリとショパンイカリの妹である、イカリ止だと言われている。このような形で始まった日本の女子プロレスだが、力道山の プロレスは女にできるものではないという意向で圧力がかかり、1950年に警視庁から禁止令を出されて一時姿を消した後の1954年11月19日、在日米軍慰問のために訪れた世界チャンピオンのミルドレッドバーク、メイアングラ当時の全米トップ選手を招き、マ前国技館をはじめとした大会場にて興行を行い、 満員の監修を集め大反響を得たため、それまでのお色気を強調したものから、現在のプロレスに近い形が出来上がっていくことになる。1955年9月10日と11日、両国メモリアルホールで、全日本女子、プロレスリング王座決定トーナメントが開催され、碇貞子田山勝美組が、女子特書代王者となった。また、記録映画として、 赤い劇とが制作された。これを機に、いくつもの女子プロレス団体が乱立したものの、これらは、日本女子プロレスにまとめられ、最終的には、現在の工業形態を作った全日本女子プロレスが、女子プロレス団体として勝ち残り、1970年代、後半にビューティーペアの登場により、女性ファンの人気を集めブームとなり、それ以降も、クラッシュギャルズなど、スター選手は、 女性人気を得ることとなった。1990年代に入り、ユニバーサルプロレスリングや W ・ ING プロモーションと業務提携を結んだ全日本女子が提供試合をしたことで、男性ファンから注目を集め、FMW 女子部と全日本女子の対抗戦が契機となり、全日本女子を中心に団体対抗戦が東京ドームなどの大会場で行われるほどの人気を、 えた。団体対抗戦は総じて不勝必死の消耗戦であり、勝っても負けても良い試合をして、次の試合につなげるというプロレスの鉄則を破る、ものであった。クラッシュギャルズ以来の女子プロレスブームが起こり、女子プロレス団体でゲームソフトが発売されるほどだった。女子プロレス団体の場合は、後楽園ホールでの興行が、ビッグマッチとなる程度の規模にまで縮小している。 主な理由として以下のようなものが挙げられる。以上のことから女子プロレス団体は初心者への参入障壁が高く、しかも新規ファン層を取り込む機会が乏しいジャンルとなり、固定ファン向けの方向性を進み続けている。だが、最近はその固定ファンえもカードのマンネリ化と選手の高年齢化から女子プロレスを見限りつつある。二0 1年以降は細分化の末に、 赤い先、アイスリボンの一部所属選手、アクターズガール Z などが芸能界からの参入が増えた。また、紫カミナリーオによると、ファイトマネーに関して、新人選手に限れば男子選手よりも高額なことが多く、収入も比較的安定しているという上向きな傾向も見られる。2016年12月29日、長与がホストとなり、埼玉スーパーアリーナで、 レジェンド女子プロレス、ファイティングガールズを開催。全女子プロレス団体を集めるとしたが参加したのは、JWP、LLPW、X、アイスリボン、仙台ガールズプロレスリング、プロレスリングウェーブ、アクターズガール Z。試合は2017年2月3日にフジテレビで放送された。2020年8月には、元女子、 プロレスラーでタレントの北斗、アキラの呼びかけによりアッセンブルを組織。任意による団体団結を呼びかけた。女子プロレス自体はアメリカ合衆国、メキシコ、イギリスなどのヨーロッパの国々や、その他、韓国でも存在している。韓国では女子だけで工業を行うことはないが、アメリカでは以前にはグロー、パオ、ルプエアの女子プロレス団体も存在し、 現在もプグイ、ウー、スは WSU のような女子のみの団体が存在している。また、メキシコにも LLF や WWS、イギリスにもプロレスリングイブのような女子プロレス団体が存在しているが、どちらもスタジオマッチや上打ち会場等での興行が主であり、日本のような全国を回るような興行形態ではない。それを考えると、日本の女子プロレスは、 非常にケウな存在であると言える。しかし、日本においても、女子プロレス団体の衰退が著しいことから、大都市や、所属選手の地元等、集客が期待される場所での工業が主流となり、かつてのような地方工業は減少している。また、日本でも多くの女子プロレス団体で男子の試合や、ミックスファイトを工業に組み入れるようになっている。北米では、 女子プロレスの属称として、チックファイトと呼ばれているが近年では、日本の女子プロレスが評価されて、女子プロと呼ばれるようにもなった。アメリカのインディー団体の一つである秋では、女子部をアメリカン、女子としている。ボリビアで行われた、アイマラ民族衣装による試合。特に女子プロレスでは、試合用の服装のことを、リングコスチューム、それを略して、リンコスと呼んでいる。 日本女子プロレスの黎明期からは長い間はシンプルなワンピース水着やレオタードが定番となっていた。それまでのお色気を払拭してスポーツ色をより高めることの表れであった。ヒールレスラーの場合は下にロングタイツを着用する場合が多い。1990年代までのアメリカも同様にレオタードが定着していた。かつては全日本女子プロレスが前世を極めていた。当時は デビュー直後から1年間、新人女子選手のコスチュームといえば、スクール水着タイプのコスチュームとアマチュアレスリング用のシューズというのが定番のスタイルであった。一方で、アイドルから転身したミミハギハラは、前世紀にハイレグなど、セクシー面が強調されたコスチュームを使用するようになった。クラッシュギャルズの前世紀になると、競泳水着がポピュラーとなる。しかし、 ジャパン女子プロレスが旗揚げされると、フリルやレース付きコスチュームが登場。その後も、セパレート型やユニタード型など、多様化が進んだ。アイスリボンなどでは私服に近いコスチュームで、リングに上がる場合もある。広田タ・サクラなど、いわゆるコスプレで試合を行う選手も、少なくない。ただ女子プロレスでは、長年水着が定着していたため、水着を回収したものを、主に使用しており、 最近まで水着とは似つかぬものも含めて、コスチュームのことを水着と呼んでいた。一方でキャリアを積んだ選手は試合あるいはシリーズごとに、コスチュームを変える場合もある。ダークエンジェルは、初来日の時にコスチュームを6着持参した。また先輩レスラーが使用していたコスチュームを、後輩レスラーが譲り受けることも多い。デビュー直後の新人選手などは、競泳水着が元となったものや、 ユニタードなどシンプルなコスチュームで試合をすることが、かつてより減少したものの今もある。一部の体の細い新人選手が、昔のリング入場時のガウンを思い起こすような、フリフリのリングコスチュームで試合をしたことがあったが、ファンからは、関節技をかけていても技がわかりづらいなど、大不評だった。仙台ガールズプロレスリングの設立時は、体の線が見えるシンプルなコスチュームは、 団体の路線や女子選手のテクニックが見えやすいなど評価が高かった。未だにワンピース水着タイプを好む昔からの女子プロレスファンは多く、競泳水着を着用してアイドルや女優が女子プロレスの試合をする DVD ソフトも人気がある。また夏すみれのようにもともと女子プロレスファンだった選手がワンピース水着タイプを愛用するケースも存在する。 WWE のディーバの場合、セクシーさを全面に押し出したコスチュームを使用することが多い。一方、北米インディ団体やメキシコのルチャリブレでは、現在もレオタードは少なくない。女子プロレスの場合は、多くの団体でオーディションとプロテストの2段階を踏まなければデビューできない仕組みとなっている。このシステムは、ビューティペアの全世紀の全日本女子プロレスにて、 導入されたもので、希望者の殺到により一度にプロテストを行うことが困難になったため、全段階としてオーディションを行い、そこで選ばれた者数名を候補者として一定期間後にプロテストを受けさせた。後に練習生制度を取り入れたが、プロテスト受験を必須としたのは変わらない。その後もこれを継続して、他団体も追随する形で導入している。 かつての全日本女子では、義務教育修了者で18歳以下を、オーディション受験資格と定めていたが、25歳、定年制の事実上廃止や、女性の高学歴化、晩婚化もあり、上限は22歳まで引き上げられた。近年は、女子プロレスラー志願者が減少していることもあり、アイスリボンのように二段階選抜を撤廃して、文句を広げる団体も現れている。 また一部女子プロレス団体では年齢制限を撤廃したり広げるなどしているため現在では小中学生レスラーや25歳以上でデビューした遅咲きの選手もおりデビュー年齢の差も上下で大きくなっている男子プロレスの場合は1 0 0ラム前後を境にヘビー級とジュニアヘビー級に分かれるが女子は基本的に無差別級であるただし一部女子プロレス団体では 体重別階級の線引きをしており、この場合は 60kg 前後で分けることが多い。体重制限のあるタイトルとしては、かつての全日本女子の和は世界スーパーライト級王座、ガイアジャパンの WCW、世界女子クルーザー級王座が存在していた。アイスリボンの手法も、体重制限のあるアイス60王座だったが、現在は撤廃されて、アイス王座に解消された。男子における、 ジュニアは上述のジュニアヘビー級を意味するが、女子ではデビューからのキャリアが浅い若手を意味する。ジュニアにカテゴライズされるキャリアは団体によって異なるが、各女子プロレス団体のジュニア女子選手を集めたジュニアオールスター戦では5年以内と規定していた。またジュニアを対象としたタイトルも存在して、全日本女子の全日本ジュニア王座、現存するものでは、 JWP 女子プロレスの JWP ジュニア、王座ポップ王座がそれに当たる。なおプロレスリングウェーブでは、ヤングと表現している。アイスリボンのインターネットシングル王座は、四代目王者、決定トーナメント以降に、デビュー3年以内もしくは19歳以下に規定を変更して、実質的なジュニア王座となっている。例な女子プロレスが、CMLL と合同で創設した。 CMLL、例なインターナショナルジュニア王座はデビュー10年以内と対象が大きくなっている。女子プロレスと芸能の関係は非常に深い。1970年代に活躍したマッハ文明はレスラーと並行して歌手としても活動して女子プロレスの地位向上に貢献し引退後はタレントに本格転向マッハはいわゆるタレントレスラーの講師となり、 この流れは後にビューティーペアに受け継がれ、彼女らのレコードが大ヒットするなど社会現象を起こした。一方、全日本女子では所属選手の映画やドラマ出演も積極的に行われ、女子プロレス団体自体が全面協力することも多かった。以降も、女子プロレスラーは、歌手、女優のみならずダンプ松本、アジャコング、カンドリ忍ぶのようにキャラクターを活かして、 バラエティ番組に進出したり、キューティー、鈴木愛の上高子のように写真集を出版するなど、リング外にも活動範囲を広げていった。また女性タレントが女子プロレスラーになるケースもある。その先駆けは、アイドル歌手出身のミミ・ハギワラで、ビューティーペアの引退後の全日本女子を支えた。近年では、映画や音楽などとリンクして、女子プロレスラー発掘を行うこともあり、 アイスリボンとネオ女子プロレスが全面協力したスリーカウントでは出演者に女子プロレスラー活動を義務付けてしだひかり松本と藤本司がレスラーとして活動している。2010年にはグラビアアイドルの相川優月がレスラーデビューして話題になった。芸能事務所が女子プロレスに関わることもある。 吉本工業による吉本女子プロレス JD やホリプロが企画したダリアンガールズがそれにあたる。JD ではアストレスと呼ばれるプロジェクトを打ちアクションスターへの道としてプロレス活動を展開した。またホリプロもダリアンガールズが活動停止後に LLPW と業務提携を結びオーディションを展開したり、ホリプロ女子プロレス軍団を結成してネオに参戦させていた。 最近では、オスカープロモーションが赤い先を所属のまま DDT プロレスリングに参戦させている。男子プロレス団体の場合は、所属選手が社長を兼任する場合が多いが、女子プロレスでは、ほとんどの団体で、いわゆる背広組の男性が代表に就任している。しかし、LLPW では、団体設立の背景から、初代の風丸みから、 現在のカンドリ・シノブまで代々所属選手が代表を務めている。また OZ アカデミー女子プロレスは、尾崎真由美が代表を務める会社が運営しており、2011年に設立されたワールド女子プロレスディアナも、井上京子が代表に就任し、さらに、プロレスリングウェーブでは新法人設立にあたり、ガミが、仙台ガールズプロレスリングも2011年7月の、 荒崎人生の代表退任に伴い公認として、里村芽衣子がそれぞれ就任しており、兼任代表は増えつつある。過去の女子プロレス団体では、メジャー女子プロレスエイタスの初代代表に、堀田由美子が就任し、後に一時引退していた、下田美馬が代表代行を務めた。さらに、ネオ女子プロレスで一時的ではあるが元 JD スター。 女子プロレスの香川照子が代表を務めたことがある。題材の都合上、女子プロレスラーが主人公として活躍するといった筋書きの作品が多いが、超バージンのように主人公が女装して女子プロレスラーとして活躍したり、ここが噂のエルパラシオのように主人公が男性で女子プロレスのレフェリーを務めるといった作品もある。ありがとうございます。